どうも、米付きバッタです。今回は同じ配信者でもある、リキテイさんとの試合リザルトです。リキテイさんのチャンネル URL は概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。これはノーマル戦なので、お互いキャラの練習ですね。リキテイさんはグレーシールで、私は弱ポリですね。ではでは、対戦よろしくお願いします。攻撃コマンド、執行。はい、いきなりスキルガバかましましたわ。ヘガムいるのに、トリアルにガード渡すの忘れた。リキテイさんが気づかないことを願い。まあ、そうなりますよね。さあ、どうしようかな。とりあえず弱で剣を足して、コミの2兵でベガム起こした。うむ、予定通り予定通り。突撃。痛い。ああ、どうしよう、撤退したい。いやいや、初の歴帝さんとの試合だし、最後まで足掻いてみるか。レッサよ。ダンスパートナーはメインを選択。祝福を。手玉処理するのに攻撃スキル2つ使ってしまった。ナイス風。私の言葉を聞きなさい。この穴の設置はトリアルでこっちへ来いという釣りかな。次は私の番よ。バグかけて仕掛けていきます。足はこんな感じ。弱子には足長いし飛んでるから使い勝手いいよね。足バグかけておくことで覚醒が長射程になる。かかってこい。ゴリアルでお願いしたん。私もう怒った。お願い。決まった。ごめん、レキテイさん先行もらってるので、弱込みで追撃いきます。私だってできます。このビームオンだけは相当競争よね。饒舌のないグレンシールもやれないのか。残り1100か。そんなに惜しくもないか。この程度の捨てじゃ厳しいか。ちなみに覚醒の時ユアのバフって投入されんのかな。マクレーンの不潔は消しておくか。はいはい、予定通り予定通り。クロスヒットが相手の場合、初手でクレーンを牽制で使ってから、今回みたいに負担させることで相手の行動を狂わすことができた。私みたいに初手から突っ込んでいく攻め方なら、饒舌のない相手に範囲や攻撃を打ち込んでいける。逆に相手が先にグレンを動かしてくれれば、グレンの牽制もなくなるってことか。洗礼を怒らせたら弱圧が下るわよ。相打ちしてくれ弱。なんだか面白い展開になってきたな。よし、弱でグレンを落として。あら、ポニーでウェルナーを落とし。あれ、え、あれでも落としきれないの。というか、マシンドラグーン近接兵で真弓だから、近接で殴った方が良かったのかな。殴り慣れてないからわからんな。くらえ、くらえ。さよならポニー。終わりが見えてきた。さよならよ。エギル家の名誉のために。まだや、諦めたらそこで。私の前にあまり酔いしれぬよ。危険範囲から逃げたつもりですが、逃げれてないけどね。とりあえずマクレーンを落としてと。ワンパンはされないでしょ。されるんかい。かかってこい。風。まあ風が吹かなくても詰んでましたね。ホリアルのスキルがバフあったものの、少しはまともな試合ができたかな。レキテイさん、初対戦ありがとうございました。